い、皆さんこんにちは、 AK です。今回も動画を見ていただき誠にありがとうございます。今回はよいしょ、これ変身ベルト、タイフーンの開封をしたいと思ったのですが、職場に届けてもらうようにしておいたんですが、なんとですね、よそのお店に着いてしまって、すでに開封済みで当方の元にやってまいりました。いい加減にしろよ。というわけでね、開封動画の開封のシーンはすでに開封してあるところから始まります。これですよ。こんな感じ。装飾パーツ。これにね飾るらしいです。でここの部分がね入れ替えることによって1号と2号を変えれるらしいですよ。真紅のマフラー。ライダー隊のエンブレム。あれ、やっとですね、ここの16個ボタンが付け終わりました。これがね大変でした。16個をつけるのに30分ほど時間を費やしてしまいました。いや大変、これもうちょっと簡単につけれるようにしといてくれよ。このボタンつけるのはね、本当に死にそうでした。もう辛くて辛くて、でもう日が改まってしまいました。ではね、ちょっとねレビューをねしてみたいと思います。大幅に遅れたレビューです。
カーの本当の狙いは仮面ライダーにあるのかもしれない。ですね、この裏に開閉スイッチがあるので、これを左右にするとシャッターが閉まります。シャッターを閉めれば形になります。簡単ではありますが、変身ベルトのレビューをさせていただきました。他にもちょっとやってみたいと思いますので、また他の動画でご覧になってください。じゃあまた。今回はこれまでで終わります。じゃあ。